地域差ガシャガシャガシャンから始まっちゃったけど地域差かなっていう時あるじゃん。例えばじゃんけんだったりでさ、最初はグーが違ったりとかさ、グッドパーなのか、うん、グーパージャスなのかみたいなのが違ったりだとか、であとその行事のやり方もちょっと違ったりだとかさ、はいろいろあるじゃん、お雑煮が違ったりだとか、うん、なのかなって思ったんだけど、腑に落ちてないの。ちょっと前節分だったじゃん。あ、はい、ありましたね。節分だからまあ恵方巻きなり豆巻きなりなんだあるじゃん。ありますね。で俺がそのちょっと節分の日の夜かな、夜かもう次の日の朝になってたかぐらいの時が、うん、俺朝っぱらに、いて、うん、キッチンにいたの。でなんか料理してたかなんかだったと思うんだけど、コーヒー入れてるかなんかで、うん、ヤマピーが朝帰りをかましてきて、節分の日にやってたなんかアニソン その DJ イベント、アニクラに遊びに行ってたらしくて、なんかテンション高めではしゃぎながら帰ってきたんですよ。クラブ帰りのやつがね、バイト帰りとは違う。じゃないじゃない、はい、もう楽しかった楽しかった出しまくりで、でなんか節分ですねみたいな、その、まあ、イベントの内容もちょっと節分をテーマにみたいな部分もあって、なんかその節分気分で、クリスマス気分で遊びにしてるやつみたいな感じで節分気分で帰ってくるっていう珍しい状態です。してなんかそのまだ盛り上がったんだろうね。節分ヤマピーの節分をうちでやりやすいの。前にもね、あの記載があったの、ヤマピーの節分は。なんか地域差なのかな、育ってきた地域は違うから。ヤマピーだと出身そんな言ってもね、辺境、まあの地じゃないですか。そうそう、あの窓の冊子みたいな部分あるんですよ、窓のちょっとした部分、その手前になんか物を置けるかなぐらいの部分に一つまみの豆を乗せるっていう謎の行動を去年してて、うん、俺それわけわかんなすぎて触れるの怖くて、今も残ってるんだけど1年間残ってて、俺はもうこれは何なの、節分なのか何なのかずっと思ってたの。今年それの謎が解けるかもしれない。今年なんだと思ったらはしゃいで勢いでまた豆は持ってんだよ、うん、持ってきて何するのかなと思ったら小鉢を用意して、俺のいる流しの目の前に置いて、うん、シンクのねあの銀色の部分に置いて、はい、サラサラサラって10粒ぐらい置いて消えてくっていう。ヤマピーはどこで育ったの？どこの節分なの？あの小鉢などに山をちょっとニュッていい人じゃねえか。ちょっとこれ山下さん弁明の方をいいですか？これね、うん、僕はね、まあ、埼玉で育ち岡山に引っ越したわけですよ、うん、で親は、まあ、岡山の香川の人なのね、うん、ただこの節分のやり方はどこでもない、うん、うわじゃあ山下独特のやつですが、12年間横浜に住んだ時に編み出した龍が山下だ。だからあえて言えば山下の孤独と横浜の風が育ってあげたら森豆というシステム入れないでよかった。なるほどね、もう記載が出たということですね。じゃでじゃを払うっていう当たりの、そうだね、じゃでじゃを怖い話なんだね。毒を食らうはさらまいじゃん。毒や毒を、そうです、ね、俺の部屋の前にはあのポリポリ納豆っていう、なんか納豆のお菓子わかる、うん、あのなんか甘納豆とおつまみたいな、乾かした納豆と納豆みたいな、そうだから加工された豆をそって置かれて消えてったんで、もうゴンギツルみたいな話じゃん。絶対いじらねえと思って無視しました。お返ししてあげないと。そうだよ、だってイソフラボンたっぷりで女性に優しいって書いてあったから小林さんにあげなきゃなと思って。意味が、じゃあ3月2日ぐらいにお返しすればバレンタインデーするホワイトルみたいな数字逆にして、まあそしたらあれかな、ひな祭りぐらいってことですか。ひな祭りぐらい、あれでぶつけてやりました。盛り上がれる、盛り上がれる。俺も盛るのか。盛ればいいんじゃないですか。ということで BTR アニメラボのアニラボトーク。どうも、ゼブレイン松井です。バッタモンカイです。小林裕之です。バッタモン山下です。よろしくお願いします。お願いします。小林さんは今日も内職スタート。はい、綺麗に星が飛び出せます。何に使うんでしょうね。楽しみですね。今日はコスプレメイクで使うんでしょうね。もしくは個人的なものかもしれません。そうですね。綺麗に。で確かに小林さんが今ね個人差の話を増してくれたじゃないですか、うん、自分バイト先に、ま、これは個人差なのかって思ったのがね、うん、バイト先にちょっとこわもての人が来るの。頭がもうちょっとパンチパーマで白いスーツで、うん、このクラッチバッグ、うん、これ抱えたりとか、そうそうそう、来てタバコで買ってでなんか携帯で喋りながら出てくような、あーいるね、長身の細身の人、怖いね、来てわーなんか怖いな、で目つきもやっぱなんか察するもんがあるんじゃない、うわー絶対粗相はしないでおこうってめちゃめちゃ丁寧な接客を心がけてるの。なんかっておいって言われたくないじゃない、素直にお互いのためにだよ。
で、まあ、その人がよく来るなって分かってて、で初めてなんか他のパートのおばさんと一緒にレジになって、うん、でその人来て、うわあの人怖えなと思って、でその話を隣のおばちゃんとしたら、うん、そしたらおばちゃんが教えてくれた、あの人ね、ああいう見た目してんだけど実はねヤクザなのよまんままんまケトじゃないじゃん、ケトじゃないよ、おばちゃんのトーク術が巧みすぎてああいう見た目してるけどね、何なのっていうこれ実はじゃねえよ、おばちゃんには何だと思ってたの、ああいう見た目してる人はヤクザじゃん、俺はヤクザだと思ってますけど思って公務員なのよだったら、そうそうそう、学校の先生やってんのよと、あ、ね、そうなんですか、たまにいる怖い先生か、そうそう、まあ、で、おしゃれにちょっとそういう間違ったおしゃれじゃないけど、私服が独特なんだ、そうそう、怖い学校好きな人かなと思って、ヤクザなんだよなんだこれ、小人さんのかな、小人さんってか、絵に描いたようすぎるいるんだね、逆にね、そう、逆に珍しい、そう、だから逆にすごいよね、白スーツって本当にいいんだなって、ちょっとその中でもだから地位のある人なんじゃない、多分そう、分かれないでしょ、そんなの、多分偉い人なのよ、話とかも言葉遣いは丁寧なのよ、その電話とかの感じもちゃんとしてる人なんだ、多分してる、かっこいいっちゃかっこいいね、やっぱかっこいいヤクザとあのチンピラみたいな柄は、痛いとかいい悪いのが出てくる、そうそうそう、ちょっとやっぱね、かっこいいのよ、おばちゃんだからあれじゃない、治安の悪いところで育ったチンピラしかいないところだからそこまで言ったら意外なのかな、ガラスが「おい!」みたいなやつが真面目そうに見えるけどヤクザなのなんまだわ、見た目よ、シルスマスで暮らしてこんなやつはもうヤクザだよっていうことだよ、でもじゃあもう今週はね、山下さんもまあねまた節分の話もさっきあったけど、毎年なんか恵方巻きを加えた写真あげてなかった、あ、そうだね、今年は怖い恵方巻きの写真あったね、今年はね、ツインテールの日が2日、うん、2月2日にね、だから俺ツインテールの日と節分の日は山下さん楽しみにしてんだよ、そうだよね、ツインテールはね、僕はね、もうなんかいい写真なかったから無視したいんだけど、恵方巻きはね、ちゃんとね、撮りました、すぐ撮れるね、そう、撮りました、撮り下ろしを俺期待してる、何を既存のやつでやろうとしてんだよと思って、撮りました、恵方巻きは撮った、恵方巻きの写真は撮りました、じゃあ本邦初公開しましょうか、本邦初公開、あのね、まだね、ちょっとツイッターに上げるのがね、はい、なんか面倒くさくなったんですけど、バッタも可愛いの方がね、絵本は向いたんですよね、絵本は向きました、はい、なんなんと、なんなんとでしょうか、小橋が撮ったの、僕なんもノータッチです、2人でやらなかったの、こう絵本巻きゲームみたいな、片方で逆方絵本じゃねえじゃねえかで、願い込めながら食ってこんでしょ来年やろう、それ来年やら本邦初公開しますね、はい、ちょっとこちらしんどいしんどいじゃあお客様ってことですね、はい、とそういうやべえ女いるよ、すごいよね、ツイッターでたまに見るやべえ女の感じで、いやー、やっぱ横浜時代よりもね変わってる、うん、石原良純のなんか年賀状みたい、毎年なんか楽しみしちゃうもん、これをさ、まあ、撮ろうと思ってさ、なんでこうなってんのか、ちょっと弁明させてくださいよ。上がってもらわないと。こっから逆転裁判できるのこれ。まあ、なんかさ、恵方巻きイエイみたいな写真をみんなツイッターに上げたりするじゃないですか。もうね、人によっては。逆転無罪ね。最近あんま流行ってないかもしれないけど。バンドメイドさんとかね、やってたもね。僕もさ、だから、まあ、恵方巻き、毎年僕はね、その大切にする人だから、そうね、今年も恵方巻き食べたよっていうさ、まあ、ツイッターに上げようと思ったのよ。はい、でもさ、よく見たらさ、部屋って超散らかってて、はい、極力部屋を映さないように顔をドアップにしよう、でも絵本を加えているところをちゃんと撮ろうと思って、結果、これ結果、イメージビデオのワンカットみたいな山下ができるでしょね、だから山下って分かる、絵本を加えているのか分かる、絵本だけを加えているのか分かる、なんかさ、ちょっと加工してるね、そうしてる、化粧なのか加工なのか、あとなんかその周りが白くもやーっとしゃがかかってるのとか、これは多分カメラの機能だと思う、うっすら縁というか、うん、多分分かんないけど、今ね、自撮りをするとね、漏れなく漏れるっていうね、カメラの設定になってるんですよ、してんじゃん、だから多少持ってるなと思って、うん、パーフェクトセルフィーって機能なんで、これこれ基本カメラに入っちゃってるんでしょうかね、ちょっと河合さんが死になる、河合さんどうしました、不正解したの、河合さんの人形が落ちる、電流流されてる、今流されてる、じゃあ皆さんにもう一回見せておきましょうね、じゃあこちらです、初公開ですね、こちらね、パーフェクトセルフィーの山下さん、パーフェクトセルフィーね、これツイッターとかには上がってない、これはね、まだ上げてないんですけど、まだ上げて、なんでそれ逃したのないよ、いや忘れてて、ああまあ浮かれ気分だったもんな、浮かれポンチだったんで、よかった、じゃあ今年を見る、山下さん見て、あれやってねえと思って、ね、忘れてた、完全にその当日は、なるほどね、じゃあツインテールもちょっと取り下ろしのやつを、ツインテールなんて時限でね、ね、そうよね、今だったらより安い、やりやすいじゃない、そうね、でもそう、行事ではないから、まあ確かにな、ね、正式な行事では、猫の日は何か考えておきます、そしたら、あ、なるほど、猫の日は猫あげるわ、
あとひな祭りもあるしね、さっきも言ったけど。それも楽しみですね。ちょうど、まあ、お代理様とね、いろいろやってくれるのかなと。そうですね、小林さん、よろしくお願いします。明かりをつけるのかな。我が家の階段、おんぼり、おんぼり、俺のリアクションして正解か分かってすぎて変なこと言っちゃった。おんぼり、おんぼり、めでたし、めでたし、言いましょう、小林さん、おんぼり返してる。河合さんは1週間どうでした？ちょっと気を取り直してね。はい、河合さんはなんかもうこの1週間ずっと会う人会う人にラーメンの話をしてたんですけど、ああ珍しく中がペタペタするっていうね。そう、そうで珍しくね、ラーメン屋にめっちゃ生まれてほんと初めてぐらい、うん、こんなにラーメン、こんな頻度でラーメン屋に行くの。そうね、立て続けに2回行ったもんね。他にもというか行きました？普段行ってない。あ、行ってない。行く気はないんですけど。それ今ね、ラーメン大好き小泉さん見てるね。 うちら4人でラーメン食べに行ってきたお店にね。そう、行ってるんですけど、だからでその豚骨ラーメンをまあね、2回食べて口の中がめっちゃペタペタして、それが嫌でっていう話をもういろんな人に、会う人にしてて、で何ラーメンが一番大丈夫なんですかみたいな、バイト先の子でね、塩が一番いいって話をして、確かに油は少ないイメージ、塩ラーメン、札幌一番の塩ラーメンのインスタントラーメンはめっちゃ好きで昔から食べてるっていう話をして、でその子に、じゃあ一番好きな食べ物なんですかって言われて、一旦ラーメンとか外して、そう、なしで、何ですかってやったから、え、じゃがいもって言ったの。その子が休憩に行ってる間に、じゃがいもラーメンで検索してくれた。なるほど、足し算してくれたんだ。すげえ、北海道大好きな女が。いい子だよね。いい子、すげえ、じゃがいもラーメンで検索する。検索したことないわ、そんなもんでしょ。ね、味噌ラーメン出てきそうだもん。なんだろうね。でも、群馬に一軒じゃがいもラーメン、あれ出た出た出た、あって、あ、ポテトラーメンってで、しかもベースが塩なの、これしかない、まんま河合さんの好きなものしかないっていうので、 LINE をわざと送ってくれて、これですよ河合さんって、すげえありましたと送ってくれて、まあ、見てたらすげえ美味しそうだったんだけど、なかなか群馬までラーメン食いには行きたくねえな。めちゃくちゃラーメン好きな人も来られるね。群馬までラーメン食いに行きたい。すごい、あるんだ。そう、じゃあみんなの LINE にも送ってあげるね。気にはなる、気にはなる、そういうの。でも塩とね、じゃがいも合いそうです。確かにね、味的には確かに美味しそうな。でもね、やっぱ崩れちゃう。意外とね、ボリュームがすげえの。まあ芋だからボリュームが、ね、だからちょっと見てみて、今送るから。皆さんも検索してみていただければ。多分ポテトラーメンでね、すぐ出てくると思うんだけどね。あ、はいはいはい、本当だ、群馬県の。お、聞いたことないし。何これ。すごい、思ってたの。違う、これね、上のはね、めっちゃ面白かったよ。上のすごい。河合さんの理想じゃないって、結構これ。俺これめっちゃうまそうだけど、上の。上は別に、上はラーメンじゃないんじゃない。まあ、上はね、スープ騙されないで。あ、でもいいじゃないですか。塩でバターでじゃがいもでしょ。ああ最高。ああ、バターか、これバターですよね、きっと。バター溶かしてるって書いてある。塩なんだ。塩なんだって。塩、バター、ポテト、ニンニクと生姜でいいか。ポテトチップスなのかと思ったけど、あとこれもまた違う、ランチタイムにラーメン注文するとおにぎりが無料で1つついてきますね。おにぎりがめっちゃうまそう。このおにぎりがめっちゃ、ワンパクだね、無料でついてくるってこれね。そう、餃子もあれだ、餃子いいね、肉強めの餃子だ。あ、いいね、いいっすね、好き好き、野菜の、すごいラーメン食べに帰ってくるんだ。しかもあれだ、野菜とニンニクの、そうか、すごいな、いいな、めっちゃいい、これいいでしょ。あ、すごい、ほら、しかもこのポテトの厚さよ、厚みがいいです。丸いのが入ってんのかなと思ったら、そういうんじゃなくて、そうそう、スライスポテトなんだね。あ、スープが染み込むんだ、しっかりと芋、いいね。揚げてんの？揚げてはない、焼いてる、揚げてる、焦げ目はあるけど、なんか焼いてるっぽいですよね、濃く見えるけど。そうそう、最初ポテチかよ、ふざけんなよって言ったけど、ちゃんと厚みがあったから。でもフライドポテトって書いてあるから、揚げてんだな、きっと。へぇー、厚めの揚げポテト。中はホクホクしてる。いいね、18枚も入ってるんだよ。めっちゃいい。
汁吸わせたら美味しそうだな。だから麺おかわりしようと思ったけど十分でしたって書いてあったよ。なるほどね。まあそっか、ポテトは結構たまるもんな、この厚さは。そうそうそう、あ、いいな、ホクホクでバター、うわ、めっちゃいい。え、いつ行く？いつ行く？いつ行くよ、ちょっと。なんか車出してよ、車。ね、行けないこれ。中で車運転するの松井くんぐらいだからな。じゃあ全然運転していこうから、みんなでレンタカー借りて行こうぜ。すごい。めっちゃ仲いいよ、めっちゃ。ラーメン食いに群馬でレンタカー行く。めちゃめちゃうまそう。まずでしょ、ね、これ、あ、すごい。多分、本当にないもんだ、ね、本当に。あと、安い、普通の。そうそう、東京のそばって1000円ぐらい。そうそう、です。730円だから他にないのかなと思って調べたんだけど、ここしか出てこなかったか、パッと見。うん、うん、聞いたことないです、こんな。そういう情報を本当お待ちしてます、グルメ情報。深井さんが食べれそうなラーメン情報。なんかさ、じゃがいものさ、ラーメンって言ったらさ、あのビシソワーズがスープになってるみたいな。ああ、はいはいはい、系統もありそうじゃないですか。うん、それはそれで、ね、カレーがありそうですよね。確かに。でも芋がいいな。芋そのものが食べたい。芋がいいか。ラーメン、コーンポタージュとかなんか変わり種、ね、ありますよね、カルボナーラ。そう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 、カルボナーラ、ね、まあなんかラーメンじゃねえじゃねえけど、そう、まあ、なんかそれはそれで別に、ね、でも食ってみたら意外とね、辛いラーメンとかっていうね、まあ、ちゃんと合わせて麺、ね、作ったりしますからね、うん、いいことだわ、いいねっていう1週間、素敵な1週間でございます。じゃあ、で続いては、動画についてコメントをピックアップするこちらのコーナーです。コーナー、はい。さあ皆さん、今週動画についたコメントあるかな、そして気になったコメントあったら紹介してください。食べたいな、ポテトラーメン、本当に今一気にお腹空いてきちゃったね。いいな、今週さ、アヒージョを作って、うん、あ、ネギ、そう、ネギ醤が今ツイッターで流行ってて、はいはい、そうですね、それに惹かれてネギ醤作ったのに、ネギ醤なかなか、まあうまかったよ、うん、でも一回使ったらさ、この油、オリーブオイルめちゃめちゃ上がるじゃない、うん、ということで、いろんなものをアヒってたの今回、はいはい、豆腐もさ、豆腐回ってたよ、豆腐醤、豆腐醤、豆腐醤、豆腐揚げていいのかなと思って豆腐買わなかったのよ。豆腐のうまそうだった。でも豆腐揚げるの美味しいですよ、結構。どうすんだろうと思って、揚げ出し豆腐じゃなく豆腐揚げれんだ。揚げ、なんか俺やったのが鶏肉とキノコと揚げてはなかった。揚げてるってもほぼ揚げてる。まあまあ、まあ、そうだね、低温なんだよね、多分、まあ、普通の揚げるのよ。アヒージョは分かんないですけど、僕昔働いてたとこフライヤーがあったんで、うん、なんかいろんなもの放り込んでましたよ、なんかちょいちょい。豆腐のいけない、ほぼ水どうなんの、なんかね、なんか高野豆腐みたいな、なんか違うんだけど、なんだろう、水分は飛ぶもんね、うん、ね、みたいな。だから本当の油でジャッていったらめちゃめちゃ跳ねそうと思う。でもさ、あの薄切りにしたらお揚げになるじゃないですか、豆腐って。そうそう、めっちゃうまそう。うまそうだよね、うん、え、これスープじゃんって。そう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 、え、コンソメスープみたい。へえ、あー、知らなかった、もっと早く出会いたかった。ねえ、これも回ってたのよ、ネギ醤が。わー、そうなんすね。ネギ醤、キノコ醤、鶏肉醤、鶏肉醤、ポテト醤で、あ、ポテト醤、ポテト醤やったら、ポツギーノみたいに。めちゃめちゃアヒってたのよ。何以上が一番良かった？キノコ醤めっちゃうまかった。キノコ醤か、キノコ好きっていうのもあるんだけど、うん、キノコ醤一番味が染みやすいの。何のキノコ、何のキノコ、ベタルしめ、ぶなしめじが一番良かった。しめじと舞茸とやったんだけど、やっぱしめじうまーって。あとやりすぎたら真っ黒の木の棒みたいなのが出てきた。やっべえ。弱火で15分ぐらいやるからね、つい忘れちゃうのよ。はー、ということでね、コメントですね、コメント、私のアヒって話でした、ね、よく考えたら豆腐揚げたもの市販されてるわって今思った。あ、そうなの、ね、普通の豆腐キム、うん、なんか要は厚揚げ的なものになるじゃないですか。そうだね、厚揚げは分かる、さすがに、うん、なんか薄切りにするとあれっぽくなりますよね、その、うん、なんかさつ、何もつけないの、このなんだろう、表面、まあまあまあ、そう固くされた小麦粉。でも豆腐醤の見た目そうなんじゃないかね。全然違う、またでもオリーブオイルだとまた変わるのかな、何のとも違う、味がしゅ、しゅむというか、しみなんか高野豆腐っぽくなったような気がしたけど、めっちゃ面白いよね、サイズで、こんなの、あ、すごい、あ、おしゃれね、おしゃれだな、この出し方するね、ね、うまそう、油なんだ、あんかけ、確かに、まあね、さあ、何か気になるコメントありますか。あ、ほんとだ、豆腐醤入ってる、豆腐醤食べたいな、今回コメント、あの、もう食べ物の話しか好きすぎる、あんたら食べ物とハンターハンターが好きすぎる。ハンターハンターで飯食ったら終わりだから。いや、小中学生よ、グルメと漫画、少年漫画だもんな。今週もさ、結構河合さんの肌やらさ、腕の締め付けやらをさ、なんか心配してるコメントが多かって、はいはいはい、で、さ、
今週の長瀬コスプレさ、はい、大雪の中収録したじゃないですか。みんなさ雪でテンション上がりすぎててさ、なんだろう、僕さ、うっかりさ、はい、あのカラコンのさ、の説明を動画に入れるの忘れちゃったんですけど、なんか、何でしたっけ、あの時使ったカラコンってアシストの、はいはいはい、花火ワンデー、はい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 、花火ワンデー、アシストの花火ワンデー、あれね、知ってる、マセイ君、あれね、あれ知ってる、知ってる、あれだろ、あれ、どうせみんな持ってるよ、持ってる、知ってる、みんな持ってる、大体俺、中学校ぐらいから持ってるわ、美味しいもんな、美味しいもんな、めっちゃ一時期ハマってた。あ、じゃあ俺知らねえ。塩派。塩か。花、ね。ポテチの話してる。ポテチだったらコンソメパンチかサワークリームオニオンだけどね。わかる。サワークリームオニオン。あれ美味しいよね。あれうまい。ちょっと酸っぱいんだよな。いいよな。あれがいいよな。いいよな。というわけでアシストの花火ワンデーでございました。ありがとうございます。あれね、赤コンではね一番好きかな、夏に。あのなんか中に光みたいなの、うん、ベタ塗りじゃないから、うん、なんかほんと花火みたいな、花火がそうですよね、そうそうそう、だからなんかその、うん、あの死んだような目にならないっていうか赤っぽい人外になりそうな感じが、うん、あそっか、ベタ塗りというか潰れちゃうとか、吸血鬼とかやったらいいだろうけど、うん、確かにそのイメージもあるな、赤っぽいの、うわーがっつり入ってんなって見ちゃうようなのもあるけど、そっか、そういうのがあると馴染みやすいのかな、なんかに生きてる感ある、うん、ちょっとリアリティみたいな、ね、マナミ君的な発言でしたね、はい、ありがとうございます、生きてる、生きてる、気になった方そちらの動画ぜひ見てみてください、気になったコメントがあった気がするんだけど全然見つかんないんだよ、ちょっと気になったのがいいですか、はい、アニラボトークについてはコメントで、はいはい、アイリちゃんからです、はい、今回の話すごいあるあるでした、あだ名の話ですが私はあだ名がボス姉さんです、なんででしょうかね、自分は結構気に入ってるんですが周りの人がえって顔をします、写真の件回答ありがとうございます、私の場合は叩かれたり晒されてもいいけど褒めてくれる人がいたら嬉しいなって感じです、なな、今回も楽しい話ありがとうございましたっていう普通歌でも取り上げましたし、ボスの話もボスって言われてんの、ボスよ、ボスってクラスに一人いない、ぶっといハマキ吸ってたのじゃなくてボスだね、うん、ボスはいない、ボスはいないな、まあ、男かな、私は男子同士だろうな、ボス系の人はボスと大将はいたな、同級生なのになぜか先輩みたいに言われてるやつ、お兄さんみたいな、なんかその俺それに近かったな、 あだ名が松井さんでさん付けで呼ばれるタイプの人だった、なんかそれはいい、知ってるよ、ほら夏木松井のせいでみんなから姉さんって呼ばれるから、まあ、夏木姉さん何とか浸透してくれと思ってたけど、夏木姉さんって呼び方も最初はどっから、松井君、松井君からゼブラインが、ゼブラインが、そっか、そうだ、いやコンビで2人で呼んでたから、そうそうそう、半年しか先輩じゃないんだけどね、いやもう姉やん、兄やんの世界ですか、お笑いなんて、姉やんは別になんかその姉やんってなんか可愛いし、姉さんより可愛いし、いいやって思ってて、でみんなも呼んでくれるようになったし嬉しいやって思ったんだけど、一番厄介なのが先輩が姉やんって呼んでくれて、松井くんと仲いい先輩とかが、全部周りはね、松井くんなんかの鈴木くんと仲いい先輩がなぜかね、もうっていう名前になっちゃったみたいな、ゼブラインを通して知り合ったみたいな、好き姉やん元気みたいな、やめて、こんな好き姉やんやって、周りから何なんだって思われちゃう、やめてください、結構先輩の人がね、いるからね、うん、解散で15年目なのみたいになっちゃう、なんだあの子の影響力って思うよね、いやでもまあね、そっちで浸透してほしいなって夏希ちゃんとか言われてると、まあね、ありがたいけどね、まあね、親しみ込めてね、いいよ ね、先輩によってはバッタちゃんって呼び方、俺一番おおすげえな、トール先輩に、さすがセンス光ってるってバッタちゃんはどっちかよな、呼ばれるね、バッタちゃんはバッタちゃんで斬新と思いましたね、コメントね、はい、ちょっと気になったコメントが、はいはいはい、クーラーさんからお、ね、クーラーさんの呼び方の話ですね、小林さんを小林と呼ぶか小林さんともう直すかの話をしていたと思うんですけど、今まで通り小林っておりますねと、小林は小林でいいよ、松井さんは十分良いおじさまだと思います、まだお兄さんだと思っていました、いや、ね、若干ですが松井さんが私のパパに性格が似てるので、ああかっこいいなって思います、笑いね、パパに似てるからかっこいいなと思ったよ ね、いい家庭だね、こういうおじがね、どうしようかね、デート行くか、
映画見に顔拭く顔絞りで俺もうそれ違うから予選でした3はやばくなかった3は良かったし4は可愛さ進めてますねあれ4はだっけ先週のやつ映画見に行くやつ違う、あの公園の公園のやつはいはいあれはなんとなくわかる恋は雨上がり雨上がりですねのそうからまあ先週もねいいおじさん会だったいいおじさまになりてえなっていう話をしてたんですよねであれを見習った方がいいとあれいいからと言ってめっちゃ見てるもう勉強してて俺4はめっちゃ見てるおしぼり顔を拭くのがいいのかな違うからねそこからでも全然で4話はね一ミリも検討してないあー間違ったもう勉強しちゃった4話3話5話今週のは今週の映画見に行くデートの回のは1ミリもキュンとしなかった、あれじゃないんだよそうまずいなその前の、まあ、女の子がやっぱこういう心がすごい良かったね、そうだよね同じ番組でその前のね親父の余裕がすげえ良かったんだよね親父の白のモドロも良かったな公演とかの感じと女の子のね恋してる女の発想が超分かって好きだったのアニメはいやもうほんと盲目になってるしあ全部いい本じゃないですかそう同じものでも好きな人と共有してもらったらまた別の見え方するねっていうような話だったまずっぺえな超分かるって超分かるその超分かる乙女の方向恋に恋してるからさちょっと乙女寄りなんだよなまあ、唯一無二を目指してるけど恋には恋してるそうだよね、うん、いいよまだ叶ってないからさいいおじ目線で見ちゃうからなあそうだよなそれ心に余裕がないとなでもいいおじさんになっていただきたい松井さんにはそうですよ、はい、今週の恋バナですねこちらが久しぶりに何だろうこれは、はい、どっちだ小林さん何についたアンタークチサイトのおーそうそうそうアンタークチサムネで加工できてるなら、うん、せめて動画の最後ぐらいに加工したものを載せようぜあ、これアンタークチウィッグの工夫は案外好きかも下地とかもうちょい白いやつ使ってもよかったかもなっていうあすごいウィカムラのやつそうこれね口調が俺も好きだったでなんか一回攻めてからちょっと褒めた風でごまかすっていう言うな漫画のモブ、うん、漫画のモブドラクエとか村人かなってあそこに何があるらしいぜ行ってみた方がいいぜ腕組んでちょっと離れたとこから喋ってるやつヒント教えてくれる人そういやめちゃめちゃいいよかったかもなかもなさっきのはまあまあよかったなそうまた調整したかったら話しかけてくれよなそうそうモブシャミリゲームかなこれは絶対話しかけないやつそう、ね、クリアした後にな一回なしゃべるないるそういうポジションのキャラいるよないやでもさ話ちょっと変わっちゃうんですけど僕は昔その、うん、古のインターネットをやり始めた時僕は高校時代の、はい、チャットとかをやっててまだミクシーとかも存在してなかった時代なんですけど TBS とかとか、ね、その高校のその先輩にネット上ではみんな平等だからネット上では敬語とか使っちゃダメだよタメ口で喋んなきゃダメだよって言われて僕そうだと思って BBS ですごいタメ口でなんかしゃべり話したんですフレンドリーというかしたらさその先輩からさ「おい山下なんで俺に対してタメ口で喋ってんだよ」って「どっちやねん」って「お前が言いましたやん」あなたが教えてくれたんじゃないでもみんなそうなんでしょそこなんかじゃあ俺逆の発想で全員敬語でいいじゃんって思っちゃうのまあ、それもまあまあまあ仲良さなのか分かんないけどでもあの時はさそのデスマスのさバイト数ですらさちょっと敬遠した時代だったからさ丸つけないとかあったじゃないですか、ね、そっから独自のまあ両方が生まれてくるわけだね難しいって思ってその時僕初めて人間関係の難しさを知った理不尽ってこういうもんなんだってネット怖いなって確かにね分かんないですけどね姿形は分かんないでしょうけど多分私の想像ではさっき言ってる村人のかっこいい村人あもっとねもっとなんか個性をね出してほしいよねこのままじゃモブの一人として消えちゃう消えちゃうもっとねでも会社的にはいい、あこの出来でこの加工になるんだっていうのを見て楽しめるようになったらさらに上級者だと思うああ川合さんそういうものだと受け止めてもらって、うん、それを広い心でそう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 そしたら加工したらこんだけ綺麗になるんだみたいななるほどね、うん、本当全部映し出してるからね川合さん川合さんの傷跡を集めて全部ねで割と最近結構加工してるから、うん、あそう開き直ったよねなんかそうサムネはねそう河合さんから写真もらってるから加工済みのやつをあれなんですけど、うん、その動画内には確かに入れてなかったんで、うん、そう昔ねあのマナミンの動画とかは河合さんがいろいろわちゃわちゃやってくれたやつがあって、うん、それはなんか最後マナミンだったかな誰か、まあ、初期に河合さんが編集したやつなんですよ実は、うんまあ、今上がってないんですけども、はい、それはね河合さんがね確かね撮影した写真をちゃんと載せたんです最後に、うん、そういうのもあってもいいのかなちょっと思った
なるほどね。まあ撮影はできないけどもさすがに。でも川合さんの言うようなまあ見せ方も面白いしね、うん、よっぽど懐の広い見方だもんね。まあね、すごいって、うん、まあいろいろ考えますわ。いやもうなんかありがたいですね。白くはね100均メイクなんでこの回はね。そうそうですね、はい、って感じですね。しゃーないよ、しゃーないよ、しゃーないよ、ね。じゃあ他ございませんか、コメントは。これは私はなんかあとなんか松井さん最近ってソーにさコメント増えてきてるし、そうだよ、そうって思ってる。本当そう、手相すごい楽しんでる子いた ね。いやめっちゃ嬉しい。そうだね、気になったの、気になったのもありがたいよね。はい、ミコさん、164ミコさん、これ囚人番号ですかね。出荷番号か。出荷番号164番さんですね。毎回自分の手を見て、ああこれかとか、ねえわーとか思ってますって、ね。私の手、頭脳線と生命線の間にもう一本線がありました。うん、頭脳線から分かれてるみたいですけど、何なんでしょうか、この線って来てますね。でこんなふうに楽しんで見てくれてる方いると本当に、ね、理想的な楽しみ方をして、ね、最高、教えてやってよ。まあ、頭脳線と生命線の間にもう一本っていうのが、まあ、これ運命線、下から、手首から出てれば多分運命線で、うん、これ知能線、まあ、頭脳線が分かれてるんだったら二重か単純分かれ枝分かれで出てる頭脳線なのかな。枝分かれだったらよく理系文系の考え方するんで、うん、両方の才能があるってことかなって。簡単に言って、これだったら、うん、やっぱこれを手とするじゃないですか。下手くそすぎた。これを手とする。ああちょっと分かりそうになってきた。分かった。でもなんか肉球っぽい。松井さんが書いてるのか疑われちゃうよ。でまあ、これが生命線ですね。生命線で、これは感情線というやつですね。はい、なんかフォークボール、なんか握りを俺が使ってたから。生命線かい、頭脳線かいてこれが頭脳線です。はい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 。そして、これこれが、知能線、頭脳線と言ってるやつですね。はい、これが芸能と被ってたら、まあ、芸術的な才能ございますよ、はい、と。そして、まあ、松見って言ったのは思考力が高いですよ。まあ、短いと行動派で、こっちだとよく考えて動くよっていう感じですね。これが枝分かれてるっていうことは、両方の才能がございますよ。なるほど。ブーじゃないで、いいや。振りに対して忘れてた。違う違う。とぼか。とぼか。違う違う。ただただ親切かと思ってたからもう。違う違う。京都主義感を出さなくていいのよ。御堂筋くんの変態でしょ。仮想大賞出るつもりだから。パッ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 。ユニフォームやづけるやついいのよ。やんなくてダメなの。ずっとやってくる。この線がこう二本に分かれてるとしたら、っていうことは両方の才能があるっていう見方もできますね。なるほどね。文系文系だったら実際見てないから分かりませんけども、絵の才能とか音楽の才能っていうのが芸術的な才能ある方は下に向いてますよと。はいはい、いうところですね。あとそれの長さとか曲がり具合で、大体手相はそう総合的に判断いたしますよと。なるほど、なるほど。まあ、どうしても見てほしいって場合は松井君にもう画像送りつけて、そうですね、送りつけてもらうか、まあ、池袋ウィッグショップメイプルさんに来ていただいて、ちょっとだけお時間よろしいですか松井先生と言って、まあ、くしゃくしゃの千円札をグッて握りしめて手相をカッて握りしめて手相を。有料何回となんでくしゃくしゃなんだよ。すごいと。もしくはまあ袋に小銭パンパンに入ってる。いいな、これです頼むってやだよ。1000円分ちゃんと子供が親へのプレゼント返したんじゃねえんだけど。めちゃめちゃ心打てるけどね、うん、3ヶ月分です。じゃら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 。何の3ヶ月分なのっていう。うわーって。お釣り？おはじきだ。おはじきだ。子供のやつじゃん。だったら俺はそういう基本的にまあ言ってくれば簡単ですけど、無料でね占いますんで。ぜひぜひお越しください。これの方。北の国からそこ来ましたかな。これ野球ボールくんですね。なんでそれ書いたんだよ。聞くだけ無駄でした。はい。じゃあ次行きます。行きましょう。はい。聞くだけ無駄。行きましょうか。はい。今日のふつおたはこちらです。ばばん。ふつおたです。皆さんこんばんは。こんばんは。いつも皆さんの動画に癒されているマリカです。おお、マリカさん。質問なんですが、合わせて時間をかけて撮った写真が全て消えたと言われました。コスプレの世界でそういうのは日常茶飯事なんでしょうか。結構ショックで笑うしかありません。ははは。P.S. 今月か来月に公開収録を見に行こうと思います。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。いやでもショックよね。いや普通に。日常茶飯事じゃないよ。うん、あってはいけない。ね、まあ、でもなくはない事故に分かるよ。そうそう、一回は経験するかもしれない。労力が全部パーになったわけ、ね、その日のドキドキとかも。いやでも責めようもないよね。どうしようもないよね。まあでもその
状況にもよるけどね。まあね、もっとちゃんとしとけると言いたいけど、ね、嘘じゃなかったらね、まあ、そういう。まあ、1回、2回はあるよ。ぐらいかなっていう、日常茶飯事ではないけど。日常茶飯事になってはいけないもんね。ね、そんなに脆いもんでもないでしょ。昔はよくなんか、昔はあるかもしれない。昔はあるかもしれない。ソフトじゃないんだからね。あれ、まあでも今はほら、いろいろコスプレイヤーにも闇がありますからね。合わせを、合わせ自体をなかったことにされたりとかもありますからね。まあ、それは私は裏でちょっとあるなと思ってたけど、まあ、ありますから、私もありますから実は NG だけどもみたいなのとかもあったりするのかな。そういうのもあるのかな。解釈違いとかもあるって聞くしね。え、なんか私撮ってないよみたいな感じのね、感じになったりとかね。そのね、撮ってないよとは言わないけど、まるで撮ってないかのような感じで、自分の中ではなかったって割り切って過ごす人もいやっぱりいるからね。そういう時代ですよ。怖い、怖いよね。やっぱそういうのいろいろ経験減ってる、ね、人間関係って難しいね。芸人は楽ですね、その中で。まあ、まあ、芸人もまああるっちゃ人間関係ですからね。まあ、関東線解散とかはあるか。ありますよ。あれはなかったな。一番してるしな、俺この辺から。確かにな、産業組してっかな、まあ、一番遊んでるからな、小林さん。チコだ、組んでは、組んでは寝て、寝て、組んですぐ寝てやろ、寝て、寝て、寝てやろ一緒に寝てすぐ舞台立つから、うわすぐ立つんだよ。最悪よ。すぐ分かる、すぐ分かる、すぐ分かる。飽きたら終わり。飽きて終わり、ちげえよまあまあ向こうから解散って言われたら、一時期3人でやってたことあったから。3人はね、ドン引きでトリオって言えよ3人でこぼしやってっからな。3人で寝てやがってたら、寝てやってたら、寝てやってたら、3人寝てやってもうめちゃめちゃくちゃ人前で寝てやって全員そうだよとかなった話してんの。俺なんか未だに緊張してるからね人前で寝てやってさまあまあいろんなことあってのまあ人生経験ですからね。そう、繰り返さないようにしましょうね。そう、二重三しないように学習をして。そう、残念なのはもう本当残念だね。そうだよ、残念だよ。あと携帯残ってるやつとか多少でも撮ってたら、そうね、まあ、残念は本当、残念は本当に残念だけど、やっぱサルベージできないもんかね。いやもう本当にまあ前にあるね、日常茶飯事じゃないから、ね、元気出していこう。もし日常茶飯事で消えちゃったって言われるようになったとしたら、自分に問題があるよ、ね、ちょっと察する。なんかいや、それか向こうが悪いから。そうですね、そうですね、その環境とかいろいろ聞いてみたい。いろんな人にやたら言われたらもう自分であるね、うん、あ、そうだね、そうね。それいやでも、そう、気をつけないとね。昔なじみのプロの写真家さんがいるんですけど、その人が一回撮った写真全部消しちゃったことがあったらしくて。消しちゃった、間違え、操作ミスか。転送するときに、転送途中なのになんか引っ掛けて抜いちゃったらしくて、で当時はまだ SD カードとかもそんなに今ほどちゃんと強固じゃなかったから、うん、データがその表記で消えちゃったしね、全部、はあはあ、むっちゃ謝罪して、で向こうには何とか謝って許してもらったけど、でもその日のやつ全部パーっていうね。いやー、そう、ね、でもプロでもそういうのあるから。ほんと事故は、だって交通事故、なんで事故あったのって言われても、うん、事故だから。でもほんとそうだよ、事故だから悪気ないんだったらもうほんと辛いけど、うん、またまたやった。なんか話のネタにするしかないよね。そうだね、あったって、うん、ね、うん、そう、次に行かせてください。本当にね、なんかね、仲いい子とかだったら多分その消しちゃった子の方が、うん、いや辛いと思うよ、ね、辛いと思うから。そういうもんだよね、ミスした方が、うん、ね、どっちも辛いけどミスしたから謝罪ができないんだよね、うん、買って戻せるもんだったら全然払うと思うけど、そうね、日のね、全部だもんね、取り戻せないんだからね。まあ、ただのクソカメラマンだったらそれはそれでできて、まあね、あれするしかない、ね、うん、まあ、どういう人柄かとかもいろいろね、警察に晒し上げたりすることないように。そうですね、そうね、そうね、それも多いよね。すぐなんか晒し上げる、すぐ晒し上げはちょっとひどいよね。注意喚起とかね、スクショ、スクショして4枚ぐらいに文章が、ね、スクショに文章調べてたらお前も結構それをこれやってるぞっていう、ね、どっこいどっこいだぞ、そうね。まあこの人の場合わかんないけどさ、その消しちゃったカラメルマンさんはさ、うん、もう真っ白、頭真っ白になってさ、うん、どうしようどうしようってすげえ一日悩んでさ、でも早く言わなきゃなっつってさ、恐る恐る言って、でも今までの付き合いがあったから許してもらったみたいな話だったから、ね、そういう感じだと思うし、わかんないけど、ね、本人も辛いっていうのはね、辛くいかないんだからね。次からは気をつけてようで、とりあえず済ませるしかないかな、これは。いや、やらないよ、最後ね、うんこかけられたと思って取りに
そうだね、鳥を殺す、絶対殺すかなってもしょうがないからね。そうそうそう、事故だな、避けられない事故だ。そうそうそう、しょうがないよ。優しい心を持ってください、ね、はい、河合さんは本当ないな、でもあんまりそのデータ消しちゃったとかは、その合わせなくされたことしかないかな。ゲーム時代とかそういう事故は起こりそうなもんですけどね、うん、その今のデータ時代じゃなくて、なんだろう、コピーとかしづらいじゃないですか、フィルムだとさ、さすがに。でもその時は逆に注意するか。ああ、そうか、ごぜんとなっていうか、もうみんながみんなの自分のカメラ持ってる、ね、あ、そうか、その当時はそうですよね、うん、そうだそうだ、でも対策としては自分も数枚撮っとくぐらいかなんだろうなと思って、うん、でもまあ、なかったことにはさせない、ゼロは回避できるのはそれ、うん、まあなぐらいしかないよな。でも、ね、忘れたとか物な壊れちゃったでしょうね、もう一回やろ、あるし、まあ、リベンジだ、うん、元気出して、まあね、大変だけどね、わかるけどね、まあ、今回のことは水に流すしかないから、とりあえず残念なことあったね、あったね、あったよってことを言える、我々は励ましま す, そうです、ね、はい、応援してます、頑張ってください、はい、はい、とかでいいでしょうか、はい、よしですね、じゃあ以上で、うん、じゃあ以上、アイラブトークでした、感想やチャンネル登録など本当によろしくお願いします、はい、バイバイ、頼む、お父さんも待ってますよ、頼む。